ブルックヒルホールを描いたピンクストン時期のティーポットピンクストン時期のコーヒーカップと受け皿ピンクストン時期はジョンコークとウィリアム・ビリングズリーがイングランドダービーシャーのピンクストンで制作した時期類。ピンクストン時期はジョンコークの土地を借りて開かれた。彼は実業家かつ絵付け師のウィリアム・ビリングズリーと共に事業に参加した。ダービーの工房で修行を積んでいたビリングズリーは この頃には、絵付けの高い技量で有名になっていたが、彼はまたザカリア・ボアマンから学んだと思われる時期のレシピを完璧とすることに関心を持っていた。最終的にビリングズリーは工房を去り、しばらくの間マンスフィールドで輸入時期の装飾を手掛ける装飾工房を開いた。ジョン・コークは事業を1799年から1806年の間続け、 1801年から1802年の間はヘンリー・バンクスを共同事業者として迎えた。コークは1806年4月にスザンナ・ウィルモットと結婚し、直気事業は1813年まで装飾責任者だったジョン・カッツの下で続けられたが、コークの関心はピンクストンでの炭鉱事業に移ってしまい、彼は家族と共にダブレールホールへ移り住んだ。 ピンクストン時期の人気は根強く、この工房と製品に興味を持つ人たちの同好会が1996年に結成された。この会は会社を発行し、まとまった展覧会を開いてきている。写真のティーポットはピンクストン工房で制作されたものであり、ジョンコークの邸宅だったブルックヒルホールが描かれている。このティーポットは、 ダービー博物館が持つピンクストン時期コレクションの一部である。ありがとうございます。